2 0 2 2年5月27日ちゃんと寝ている時も風邪とってくれてますね台風からもうもうあのー、台風化する前から、えー、ずっと風吹かせてその映像を世間に公開してるからもう分かったでしょうちゃんと代用できるようになってます イケースの自宅に普通に訪ねに来ることをやめてしまった人たちへ向けてのこのメッセージでもあるんですけどもまあ淡井スケの関係者の人たちあの音楽業界の人たちもそうですけども全員これ見てくださいねじゃなかったら歌詞まで全て嘘になるスポーツ界も。 全員自分たちの金稼ぎだけだったっていうことになる。かこちゃんも。かこちゃんは本当は、未来の旦那さんへの誓いのキスですっていうことで、淡井圭介にキスしてる。それを信じた。だけども、アデに行くときの旅立つときの映像を見て、淡井圭介の言葉を聞いて、 台風のこと知ってますって言って、なぜ台風発生してるか。過去ちゃんはこうも言って海外の人たちと、意図的に淡井圭介が嫌がるの分かっていて、異性と握手したり、異性からの招待状で海外へ行って、まあその辺のことをいろいろ記載してるし、詳細書いてますし、 今までホームページは YKSK にできの一番に挙げていた内容。今までというか、こう、近日ですね。その、防災についての最重要事項、1置に、もうそれ聞いたらびっくりします。もうそれは本当の話だから。まあまあ、この辺のところも、あの、文字だから、これはもう簡単に読んで、まあ5分ぐらいも、5分もいらないね。もう3分もあったら。いや、2本かな。2本で読めることやし。あと、ここね。 何回もこれ記載しますけども、もうこれ聞いたらもうみんなびっくりしますから。で、もともと芸能人の1998年フルーズラパークに来ていた人たちは、この件のこと知ってます。あと世界中の政府上層部でちゃんと言い,言い伝えるかのように、あの、この内容を、あの、その後輩に伝えてくれている人たちは、 理解してくれてます。まあ、あと、このお仕は株式会社関係の私への,あの、あのー、不払いとか、そのところも書類全部公開しています。公開しこれ動画じゃなかったら説明しながら、あの、喋って説明しなかったらもうみんなわからないでしょうから。その喋って説明してるところ見てくれたらいいから、もう何見たらどうせ書類なんかあげてもわからない人がほとんどだから。 全部自分で見て確認してそれに一体何ヶ月費やしたか何年かな 1, 1年ぐらいはかかったかなだかその金額はなんかこう大金に見えたとしてもただただ時間の無駄にこう費やされてずっと結婚引き延ばしにされてもともと所得税の控除で家建てるもの救い今もない まあ、グレーの皆さんとかだったら、その事件の解決とか、そんなことまでは望んでなくて、なんかね、こうちょっと、普通にね、話を聞いて、その中で一緒に涙流したりしてくれたりとか、たぶん、本当に淡いケースでのことを心配してくれてたりと、もう4十七年。どうせこのまま見捨てないと終わりよ。 エネルギーの残存量問題。どうせ終わらんよ。もしかしたら政権交代せんかったら、ずっとそう裁判規約してたのが岸田さんで、その裏に一体何があるんかわからへん。岸田さんは涙流しながら謝ってくれと、ユースさんとの首脳会談んで、昔会った時も岸田さんは誠実な人だった。 いっただけど権力者でも誰も淡いケースを助けようとしてくる人をもらいとオーラずっと精神病院に入れて人んや警察官も賃金のピン羽ネを淡いケースがしとった連中ばっかりやったわ淡しい花倉の人間も岡崎って名乗ってたキッチンレストラン収穫祭の その人も警察官やったわ。助けはもうから外から絡んでくる連中の、そいつらに対して警察来てくれと電話をかけて出てきたのはその岡崎さんで。一見丁寧な口調に聞こえる人は最初はそう思うかもしれんけど最後の方眠そうな声になってる。あれ、淡い井圭けの眠気取ってるんよ。もう社会で上下関係も全員にやめよう。 無理や隠蔽の街こんなむちゃくちゃな街作った時点で終わりや一番大事な計画を持ってた人間絶対進まへん仕組みが出来上がっと法律名出してだよ去年 裁判所に。他の動画でも気づいた時に言とうと。裁判所のホームページ、裁判官、偽名や。公務員でそれやったら罰せられんねん。グループ化して、結局みんな癒着やったんや。 サッカー日本代表の昔の岡田監督、あれ、イ・ミョン0ク大統領や、韓国の、死んだことにして、何も罰せられなかったんじゃないの、癒着で。で、さらに淡井圭介を利用して、金稼ぎ。だってサッカー界がそうなんだから。